はい、チャット GPT 音声画像対応、見て聞いて話せるマルチモーダル AI、最新のアップデートがかかります。はい、こんにちは、こんばんは、川子です。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング、IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けしますということで、つい昨日ですかね、アレクサの内容をちょっと伝えたんですけど、まあ音声で何かやり取りできればやっぱり AI ってすごい発展するだろうなっていうふうに言ってたら、昨日ですね、オープン AI 社の方からまた発表がありまして、チャット GPT が音声と画像に対応してくるっていうお話が出たんで、で今回この内容を取り上げようと思います。はい、今回の内容です。はい、チャット GPT の新機能の概要と、音声認識、合成機能で、画像認識の機能で利用についてっていう形でお話ししていきます。はい、まずですね、チャット GPT の新機能についてです。はい、こちらの方なんですけれども、昨日ですね、9月の25日オープン AI 社の方から発表されました、チャット GPT に音声と画像の機能を追加するっていうことなんですね。で、ですね、これなんですけれども、チャット GPT と音声で会話ができるような形になるっていうことなんですね。なんかどういうことなのかちょっと後で説明します。で、画像を通じて質問もできるっていうことなんで、これデモンストレーションの画像があったんですけど、めちゃくちゃすごいんで、で、こちらの方も詳しくちょっとご説明しようかなというふうに思います。はい、まずですね、音声認識の方です。はい、こちらの方なんですけれども、新しい音声合成モデルっていうものが使われてるみたいで、テキストとしてですね、数秒間サンプルの音声さえ与えてしまえば、人間のようなテキストを読み上げることができてしまうという、要は、まあ、あのサンプルの音声を与えることによってね、その音声を解読して、でその通りに喋ってもらえるということなんですね。だから例えば、まあ、死んだ父親の、ね、声をずっと入れたりとかすると、死んだ父親がチャット GPT で返してくれるっていうのは異様に説得力があるかもしれないですけど、なんかそんな感じのことができちゃうということで、今の現時点では一応ですね、音声が5種類から選べて、まあ、プロの声優さんの協力を得て作成してるっていうことみたいなんですけれども、こちらの方なんですけど、オープンエア社がね、やっぱり使ってらっしゃるっていうのが音声認識システムの Whisper ってやつなんですけど、この精度がやばいんで、音声の聞き取りに関してはこれが一番最高なんちゃうかなっていうふうに僕もちょっと思ってます。で、まあ声での対応っていうことでね、対話がするような形での運び込みができるっていうところは、やっぱりもうちょっと近未来的な感じで、何々どうこう、何々どうこうっていうやり取りができるっていうのは、これまたすごいなっていうふうに思いますっていうものですね。はい、はい、続いてです。画像認識についてです。はい、でこちらの方もですね、写真とテキストの両方を含む読み取りが可能になったということなんですね。これまたどういうことかということなんですけど、例えばですね、冷蔵庫の中の写真を撮影します。でそれをチャット GPT の方にアップロードするんですね。で一言テキストでこういう質問をしてみます。夕食の献立を AI に尋ねるということなんですね。夕食の献立を教えてっていうふうに言うと、冷蔵庫の中身の写真を解読して、でこういったものだったらできるよっていう提案をしてくれるということなんですね。すごいっすね。で他にもですね、家具の組み立て方法なんかがわからないっていう時は、まあ、説明書と工具の写真を撮って、でそれをアップロードするんです。で AI の方にですね、具体的なやり方を教えてくださいっていうふうに言うと、 AI はですね、説明書に書かれている内容を理解して、で持っている道具を理解して、でそれでアドバイスをしてくれるっていうものなんですね。でデモンストレーションとして、僕もちょっとこの動画で、アップしてるやつもですね、自転車のなんかサドルかなんか上げるか、まあ、修理するのかみたいなメンテナンスをするための内容をやりたいですっていうことで、まあ、動画のシミュレーションやってるんですけど、写真を撮って、まあ、自転車の写真を撮ってアップロードしながら何か問い合わせをして、でマニュアルを見せながら、工具を見せて、でどうしたらいいのかっていうことを問い合わせしてやり取りするっていう、なんかちょっとこれもね、すごい機能だなっていうことで、まあこれ見て考えて答えてくれるっていうものですね。でこれと音声なんか組み合わせた時にはもうすごいことになるんちゃうかなっていうふうにちょっと思うんですけど、まあただこれね、ちょっとすごい使いたいっていうところあると思うんですけど、利用についてちょっとお伝えしようかなというふうに思います。
はい、こちらの方の利用なんですけれども、新機能の利用はですね、一応、まあ、チャット GPT のプラスユーザーが、利用できますよということでアナウンスされてます。で、いつからかっていうことなんですけど、2023年度9月25日、昨日ですね、昨日から、2週間以内に順次、アップデートしていきますよっていうことで言われてるんで、プラスユーザーの方はちょっとお待ちください。で、注意なんですけれども、ここですね、iOS か Android で利用可能ということなんで、実はこれ携帯のアプリでしかちょっと、機能しないみたいなんですね。もちろん、まあ、音声の入力とかもあるんで、パソコンとかちょっとね、ウェブブラウザーでちょっと表現しにくいということもあるのかもしれないですし、アプリだったらできるということなんです。なんで、まあ、設定の方法もですね、セッティングっていうところから、New Futures っていうやつがあるんで、まあ、そちらの方から、ボイスコンバー、なんちゃらショーっていうのをオンにするっていうね。で、それで、対話ができるような機能が使えたりとかいうふうにすると。で、まあ、画像アップロードに関しては、UI の方が多分変わって、で、プラス押してアップロードするみたいな感じになってくるのかなっていうのは思います。はい。まあ、こんな感じでですね、かなりちょっと、チャット GPT の方も進化してくるのかなっていうところのアナウンスがちょっと出たんですけど、もしかしたらこれもですね、アマゾンの方のアレクサの方が、まあ、そういうのに対応してきたっていうこともあって、まあ、こういう AI 系の競争がやっぱりこう、盛んに行われてるんで、新しいの出したら次新しいの、新しいの出したらまた新しいの、みたいな感じのところが、今まあ、追っかけでいろいろやってるところの感もあるんで、まあ、メタ社もですね、なんかどこそこがこれ出したからっていうのでメタも発表、みたいな感じの、なんかまあ追っかけていろいろ出して、まあやってる感はちょっとあるので、まあこういう風な形のまあメーカー、大手メーカーさんがですね、まあ切磋琢磨してくれると、技術的なところも発展していくんじゃないかなという風に私思います。なので、今後先ですね、他のアップデートもちょっと注意深く見て、で、皆さんに、これ提供していこうかなという風に思いますので、ぜひまたご覧ください。はい、こんな感じでですね、ビジネスに関する、応援するような動画360日毎日投稿しております。よかったらまた見てください。ありがとうございました。